現役ドラフト2023候補者予想セリーグ編一発フェードロー野球チャンネル。ほら珍しいね、分けちゃう分けちゃう、ちょっと暑すぎるか。いやとんでもないね。やっぱ現役ドラフト、12月の今年は8日か、開催されますけども、まあ戦力外、来年のね、放送外も出揃えつつある今、ここだろうと。ここだね。ああいうところで、前回はね、ちょっと僕散々の予想でしたから。まあ、戦力外予想になったっていう噂も。いや、本当に申し訳ないところもあるんですけども。ギリギリだから。そうですね。今年現役ドラフトどうなるかっていうのをちょっと占っていきたいんですけども、去年の現役ドラフトを振り返ると、簡単に、まあ、細川選手、大竹選手だよね。ああ、大当たり。大当たりでしたね。まあ、あと、トレー選手なんかも。まあ、そうだね。まあ、サワンリリーフとしてね。結果、ね、残ったしね。まあ、残念ながらね、来季戦力外になってしまった選手もね、まあ、半分ぐらいいるんですけども、その中でもやっぱりチャンスはもらえると、1回は。そういうのは分かったんでね、今年もやっぱり現役ドラフトはいいものにしてほしいなと。本気でやらんと。ね、思います。なので、ちょっと今日初日なんで、ちょっとルール。おさらいしておきましょうか、ね、こちらの12月1日にプロ野球は保有者名簿っていうの公示があるんですけども、そこでですね、来季のまあこちら支配下から出ていきますよというところにプラスで、2名以上の現役ドラフトのリストを同封しなきゃいけないということですね、それ2名出したうちに、各球団1名ずつは取らなきゃいけないと、まあ、去年2巡目はなかったですね、で、こちら対象外になる選手がいるんですよね。まず外国人選手ですよね。そして複数年契約を結んでいる選手、そして、年俸が5000万円以上の選手なんですが、ただし1名は5000万円から1億円未満でも OK という縛りもございます。そしてこちらが結構大事です。 FA 権を保有行使したことがない選手でございますね。これはね、FA 権持ってる選手はもう対象外でございます。こちらも大事。2022年のシーズン後からトレードされていない選手、はいはい、これね非常に難しいんですけど、書き方が前年の年度連盟選手権終了の翌日以降のトレードっていうことなんですよね。あ、ちょっとなんか抜け穴が。いやこれはね、ただ僕、野球連盟 NPB のちょっと資料を見たんですが、おそらくこの年度連盟選手権っていうのはペナントを指すんだろうと。日本シリーズじゃないんだ。じゃないんですよ。なのでそこら辺でね、ちょっと際どい選手もいるわけ。日本シリーズ前だったらセーフなんだけどっていう選手もいるんだけどね、これはペナントと僕は読み解いたんで。あ、明確な記載はないんだ。いや、もう年度連盟選手権終了の翌日としか書いてないんだよね。これはね、ペナントのことだと僕は思います、そして最後、シーズン終了後に育成から支配下契約になっていない選手ね、はいはいはい、まあここからの先の話なんですけども、ここで試合から上がった選手をすぐ現役ドラフトに出すっていうのはできない、まあ要は上げてすぐ出しが禁止よということでございますね、以上を踏まえた上で、これでは阪神から阪神いきましょう。阪神まずね、試合下のバランスシート見ていただきましょう、こちらになります。これ見るとね、まあ今68名なんでもうちょっと出るかもしれないんですけども、まあ当社潤沢でね、まあキャッチャーもいいなっていう感じ、バランスいいんだよね阪神は。なのでね、一番予想難しかったセリーグでやっぱりパツパツだな。パツパツなんですよ。去年の現役ドラフトは陽川選手を出して大竹選手を取ったということですよね、なので去年の見ると、まあ、陽川選手なんで、まあ、まだまだやれるかっていう選手を出して早めの指名権を得たという感じ、それで大竹選手を取れたって感じね。以上踏まえて1人目、秋山拓実選手。これは32歳でございますね。2009年のドラフト4位最長高校から入団しましたけども、年俸8800万。おい買い玉ってよと。もらってるな。5000万円以下じゃないかって言ったんですけど、いや1人は OK なんですよ。なのでバッティングもいいからねそうですね。で今年はね、1軍は2登板にとどまりました。確かに防御率も 7.45 と、四死球率は相変わらず 1.00 でいいんだけどね、で、この選手はなんせ実績あります。あるね。3年間10勝達成してる年ありますから。あ、すごいね。まあ21年が最後になってはいるんですけども、これはね、
やっぱプロスペクト投手が多いんですよ阪神は。あ、そうだね。もうね一軍投げてる選手は当然出せないんで、うん、まあ、岩田選手、あ、育成上がりの選手も見たんですけど3年目の選手やっぱりね考えるとそちら440万円なんですよ。まあだから他球団がね秋山選手これどう評価するか、8800万だったらどうするかっていうとこあるんだけど、実績あるんでね、そこら辺でちょっと阪神揺さぶってくるかなっていう。そうか、出してね。そして2人目豊田博史選手です。外野手でございますね。26歳日立製作所から21年ドラフト6位で入った選手でございますけども、年俸800万円、うん、今年はねファームで93試合打率2割7分1厘と活躍したんですが、一軍のね成績がないと。壁は高いな。壁が高いんですよ。でねやっぱり出すとしたら野手でね、外野手これ豊田選手ぐらいなんですよ、うん、で迷ったのが高浜選手なんですよ。日本ハムから来た、これが日本シリーズ前に来たんですけど、この規定が日本シリーズ5だったらセーフなんですけど、はいはいはい、ペナント5だったらアウトなわけですよ。なので高浜選手が出てたら来年から分かるんですけどね、うん、あ、規定はそうか日本シリーズ5かと、はいはい、そこで同じ年代でこの2人いるんで、うん、トヨタ選手にちょっと白羽の矢を当てさせていただいたっていう感じですね。非常に難しい、もう誰も出せない感じなのよね、うん、で投手も、あ、一軍投げてない選手、小川選手も投げてないかって思ったら手術しましたから、うん、右肘の、うん、これは多分待つんだろうと復活までね、というところで阪神がやっぱ一番難しかったですね。難しいな、うん、じゃあ続いて、うん、カープいきましょうか。ほらカープのバランスシートはこちらです。カープはね、カープもまあ阪神と同じような、うん、バランスでやってますよね。キャッチャーがちょっと多いかなと、8人いるうちの対象ね、うん、ということで、1人目でございますけども、おいマジか、中村優太選手、わ、28歳、関東一高から13年ドラフト5位で入ってきた10年目の選手でございます。こちら年俸1100万円なんですが、こちらもね1軍で定着できないとなかなか、でも2軍だと28登板防御率 1.08 っていう非常に素晴らしいスタッツなんですよ、うん、これまあ投手30手前でね、これ中村優太選手ってなかなかね2軍ではいいんだけど一軍に定着できない、できないんだよ、うん、だからまさに現役ドラフトのね、なるほど、他で言ったらチャンスをつかめるんじゃないかっていう選手の筆頭かなというところで今回予想に挙げさせていただきました。そして2人目、2人目が中村翔成選手、24歳、広陵高校から2017年ドラフト1位で入ってきた6年目の選手でございますけども、800万ね年俸は。こちらも1軍は今年はね、とりあえず2軍で38試合打率3割2分3厘、2軍ではやっぱり打ってるね、うんうん、この選手も最多は21年の39試合と出場ね、いうところでなかなかやっぱ1軍に定着できないっていうのと、ちょっとお騒がせもあるっていう、まあ、セレブねところでね、うん、ちょっとドラフト1位なんですけども、いやいやいや、ちょっとまあチームとしては手に余るじゃないですけど、まあ、今回も構想外にはならなかったですけども、まあ、こういう人気が出そうな保守の枠でこれ一番手取れるんじゃないか、中村翔成選手、まあ他球団どう評価してるかですかね、うん、いや結構人気出ると思いますよ、うん、まあ、中村優太選手も結構いいと思うんだよね。そうだね、そう、いやカープもねやっぱ出せないんだよ、うん、いろんな要素でね、うん、っていう予想にさせていただきました。なるほど、続いては DeNA のバランスシートはこちらです。こちらもまあバランスはいいというところなんだけど、うん、やっぱり投手はね出しづらいねっていう、まあなちょっとまだな、うん、若手のプロスペクトも多くて今年も去就もね不透明な中で、まあはっきりはするんですけどね、うん、12月の時点でほぼほとんどね、うんうん、なのでまあ今回は中堅の野手に白羽の矢が当たるんじゃないかなと。あら、でも毎回出してる選手がちょっとね戦力になってしまったからね。そうですね、そうですね、誰になるか。1人目、これ秋キャンプにも呼ばれてるんですけども、上里和樹選手、29歳、17年ドラフト2位で日本生命から来た選手でございますね。年俸4780万、実績あるんですよ。今年は1軍で64試合、打率1割6分3厘と、やっぱり21年以降打撃がね振るってないんですよ。ダイソーが主な出場経験というところで、ここら辺のでも試合数はこなしてますから、うん、経験値を他球団はどう見るか、うん、この5000万弱っていう年俸でね、うん、これは非常に面白いラインだなっていうのはありますね。2人目も迷いました本当に。西牧健治選手、24歳、17年の、ドラフト6位、仙台育英から楽天に入った選手でございますね。そこからロッテに行きまして、
去年から DeNA に来たという選手でございますね。年俸600万、今年2軍では100試合、打率2割4分8厘、まあ俊足光るユーティリティ選手なんですよね、この西牧選手も。ただなかなかやっぱり1軍に定着できないっていうところで、今年即戦力3枚取りましたから、まあ野手からやっぱりこういう現役ドラフトの候補は出てくるかなという予想なんで、続いては巨人のバランスシートはこちら。巨人ね、まあ、キャッチャー出せないわね、まあ結局ね、そうなんでね、5人なんでね、あと左腕が気づいたら15人もいると。あら、ナンバーワンサウスポー王国じゃない王国なんですよね。ああ、だからこの左腕を切るのか、はたまた、まあ、ちょっと余裕がある野手を出すのかっていうとこなんですけどね。1人目、若林明宏選手ね。あー、30歳、こちらは17年の、ドラフト6位でエネオスから入った選手でございます。6年目の選手ですね。今年は1軍で21試合、打率1割2分5厘と、まあ、超ユーティリティではあるんですよ。両打ちだし、外野を守れるっていうね、内野手なんですけど、ちょっとそろそろですね、30歳かかってきて、ね、現役ドラフト、まあ、まだね、他球団行ったらチャンスもらえるとこあるかもしれないんで、そうだね、そういう意味でね、リストアップという、うん、年俸2500万ですね、うん、これをどう見るか、他球団が。続いては、2人目、湯浅選手なんだよな。湯浅選手ね。まだ若いんですよ、23歳、2017年のドラフト8位、で、県大高崎高校から入ってきた選手ですね。年俸1500万、今年は2軍で71試合、打率2割1分7厘と、1軍の、出場はなかったという選手なんですけども、まあ、こちらも秋のキャンパー呼ばれてるわけ、岩瀬選手ね。まあ、なので、若いしね、なかなかリストに上がんないだろうって思うんだけど、やっぱり野手でもね、松原選手とか北村選手っていうね、そうね、こういう名前上がってくる選手いますけど、やっぱりまだまだね、そちらの方がね、戦力に、まあ、あと松原選手は亀井コーチがいるんで、亀井さんの目の黒いうちはね、出さないよと。そうね、安倍さんお願いしますと。亀子っていうところで、順番を取ろうとしたら松原選手とか出した方が、ね、そうね、いいんだけど、今年はちょっと固くいくのかなという予想でございますね。そしてヤクルトのバランスシートはこちらですね。これ見ると、まあ、キャッチャーも出せないし、あと外野も出せない。外野も8人しかいないんでね、まあ、内野で外野を守れる選手もいるっていう側面もあるんだけど、ちょっと外野出すのを考えづらい中で、そしたら中堅の内野手とピッチャー1枚ずつかなというところで、1人目、尾中選手。28歳、こちらは2016年のドラフト6位で広島経済大学からDeNA に入りまして、その後阪神行って、そしてヤクルトに来た選手でございます。今年1軍登板が11登板で防御率 5.17 と、こちらの投手も2軍ではねすごい安定してるんですよ。ただ1軍に定着できないというところで、まあ、30かかる前にこの元気ドラフトで他球団でね、そうか、再チャレンジっていう選手の筆頭かなと。まっすぐがな、早いんだよ、ね、そういうそうですね、ちょっとロマン派ではあるんですけど。そして2人目、太田健吾選手ね。太田選手ね、26歳、こちらは2014年のドラフト8位、川越工業高校から日本ハムに入って、その後ヤクルトに来た選手ですね。今年は1軍で20試合、打率1割9分5厘と、なかなか打撃がねっていうところで、まあ、宮本選手とかと同年代で、そう、ね、ちょっと上の 2枚は構想外になってしまったんですけど、ここもやっぱり固まってはいるんでね、どちらかかなっていう考えた時に、この太田選手の方が球団としては出しやすいかなっていう予想ですね。最後は中日ですね。はい、中日、バランスシートはこちらです。あ、ということで、まあ、こちらもキャッチャーは出せない。まあギリギリか、うんね、ということは内野手から1軍出場が少ない選手の選出になるのかなと。でピッチャーはね、でも誰出しても人気出るそうなんでね、そちらメインでいくのかなという予想ですね。まず1人目、石垣選手ね、25歳、2016年のドラフト3位、7年目の選手でございますけど、坂田南高校から来ました。年俸1000万円、今年の1軍が22試合、打率0割8分7厘と、2軍では2割8分4厘と高打率なんですよ。この選手もやっぱり1軍に定着なかなかできない。いいバッティングいいって言われてて、で今年のドラフトでやっぱり内野手取りましたから、やっぱり内野手からはリストアップされるんだろうと思います。その中でこの石垣選手をちょっと上げさせていただきました。2人目、鈴木博選手。あら、
26歳、2017年のドラフト1位でございます、ね、ヤマハから来た選手ですね。年俸1350万、今年は1軍で9登板、防御率 4.07 と、近年は先発にもね挑戦してるんですけども、なかなかね、なかなかね、まあ、1年目が一番投げたかなっていう選手なんですけども、まあ、そういう意味では実績はある、ね、投げたシーズンはあるというところで、ね、まだ27歳になる年かな、鈴木選手は、まあ、若いんでね、まあ、ここら辺を他球団から見たら石垣選手が欲しいのか鈴木選手が欲しいのかっていう割れるかもしれないですね、うんうん、球団によってはっていう、以上ね、セ・リーグ12名なんですけども、多分思ったと思うんですけど、うん、渋いなと選出選手が。そうだね、こうなると思います今年は。あら、もう2年目にして傾向つかむ。まあね、各球団の1年目の傾向で沿ってもよかったんですけど、うん、おそらくね、まあ、去年細川選手、大竹選手が当たったんですけど、まあ、ああいう選手は取れたらラッキーだなぐらいの割合は割合なんですよ、うん、なので無理して自分チームから背伸びして選手出して指名順を早く取ろうっていう方に走んないかなと、2年目は、うん、なのでパ・リーグもね同様の傾向を見られるんですけど、パ・リーグはただあのチームがいますから、あらそれを踏まえても出さざるを得ないっていうチームがありますからね。そうかい、うん、っていうセ・リーグの現時点のリストアップ予想でしたね。はい、はい、ということで現役ドラフト予想セ・リーグ編、楓田さんがまとめてくれました、皆様のコメント、いいね、チャンネル登録お待ちしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。これだと中村優太選手はいいね、人気出そうだね。そうなのよ。愛観はフェドローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。